してきたきっかけは、主人が倉敷出身で両親 の、 あの介護のサポートが必要になったので、それで引っ越してきました。倉敷の美観地区の中にあるゲストハウスユーリン庵というところで、働いています。外から来た人と、あの地元の人と一緒にあの働いたり、なんか一緒にできるっていうのはとてもなんかいいことだなと思います。大切にするものもありながら、新しいものも受け入れるみたいな、多様性に柔軟な街だなっていうふうにあの生活していて感じています。芸術とか音楽に触れる機会がとても多いと思いますし、やっぱり子どもにとってすごくいい環境が揃っているなっていうふうには思いますね。倉敷はいろんな方が住んでいて柔軟に受け入れてくれる街です。